皆さんこんにちは、Bレジェンドスミラです。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理用紙のぬのめです。ぬのめさん、最近もうあれですね、すっかりやっぱり寒くなってきましたので。寒いです。朝僕プロテイン飲むんですよ。はいはい。けどこの季節になってきたらちょっとね、冷たいプロテイン飲むのがちょっと億劫な感じになるんですよね。わかります。はい。で、いろいろ考えて、朝ちょっとね、あったかいプロテインにして飲んだりするんですよね。おすすめのね、フレーバーとかが何種類かあるんでね、今日はね、そのフレーバーを紹介できたらなと思っております。ソムヤさん、おすすめの。そうですね、ホットにしたら美味しいフレーバーのご紹介です ね。じゃあ早速飲んでいきましょう。じゃあまず最初はこちらですね、激うまチョコ風味からいきたいと思います。王道。そうですね、これは一番ベターで一番外れのない商品だと思います。ホットチョコは美味しそう。僕と同じ考えのお客様もたくさんおられるみたいで、やっぱ冬場冷たいプロテイン飲むの辛いので、なんかいい方法はありませんかっていうお問い合わせはただね、いただいてるんで、この方法ね、ぜひ試していただければね、いいかなって思います。はい、やっぱタンパク質って熱変性しちゃうんですね。なので、熱いお湯入れると固まってしまうんですよ。溶けないんですね。で、まあ、大体熱い温度って、まあ、ホエイタンパク質ですと大体80度以上のお湯入れると固まってしまって熱変性してしまう、ということなので、まあ、それよりも低い温度で、ちょっとする必要があるかと思います。で、まずそう、水をね、僕大体ね、100ぐらい水を入れるんですよ。先に半分はお水ってことですね。そうですね、大体ね、200いつも入れてますから。で、ここにもうパウダーを入れちゃうんですよ、はい、通常の、すり切って1杯ぐらい、はい、入れていただきます。で、ちょっとね、水が少ないんで、溶けにくいと思うんですけど、もうここでローリングして、はい、いつものシェイク方法をローリングしていくで、しっかりと。なんか心なしかいつもより力が入ってますね。ちょっとやっぱりね、水が少ない分、濃い感じになるんで、そうそうそう、ちょっとドロッとするんですけど、ここでまずしっかりと。ね、ダマがなくなればいいですもんね。そう、全体を溶かせる、これが肝ですね。はい。はい。よし、溶けてますね、いい感じに溶けてます。で、ここにお湯としたお湯ってことでいいですか。僕はいつもね、家にポットあるんですけど、そこからもうここにジャーって入れちゃうんですよ。何度？98度ですよ。98度の、はい、あー、なるほど。じゃあ沸騰したぐらい、だいたい沸騰が100度ですから。そうです、それぐらいですね。で、ここにこのメモリ見て、はい、お湯をどこまで入れるんですか。だいたい200です、僕は。なるほど、はい、そうするとお湯入れる量は100弱ぐらいってことですね。そうですね、その場合は。で、ここでもう一回ちょっとこう、キュッ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 と。で、これで、まあ、これぐらい飲んだったら多分蓋してもそこまでパウンとはならないですね。そう、ならないと思うんですけど、ちょっとやっぱりその爆発っていうところが考えられるんで、一応まあ、これぐらいでも十分混ざるんで、まあ、これだったらもうスプーンでもいけそうですね。そうそうそう、ね、おー、あったかい、ね、人肌。そう、じゃあそれではホット激うまチョコプロテインいただきます。いただきます。甘い。うまいですね。おいしい。やっぱり朝起きた時で絶対冷たいのより、これぐらい、確かに確かに、ほんのり温かい方が受け付けるんですよね、体が。熱々じゃなくてごくごく飲めて温かい方が朝の体には嬉しいかもしれないですね。そうです。ちょっとね、ぬるいなとか思う人はお湯の比率をちょっと増やしたらいいんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど。水をちょっと減らして、そうですね、しっかりと振ってあげて、その後にお湯を入れてあげることで、しっかり熱変性も起こらずに、こうあったかいプロテインが飲めるんで、この方法がおすすめです。タンパク質の熱変性って、まあ、ゆで卵とかで考えてもらえば分かるんですけれども、熱することによってゆで卵になるっていう、まあ、それと同じ原理ですね。あ、なるほど。お肉とかも焼くと硬くなるっていう、あれがタンパク質の熱変性ですので、まあ、そういったことが起こらないように、ホエイですと80以下の温度で溶かしていただければ溶けますので、ぜひお試しください。じゃあ次はこいつですね、抹茶のチャチャチャですね。そう、もう抹茶もね、間違いなさそうですね。ね、そうでしょ。だってね、抹茶あったかくなりますもんね。そうそうそう。で、ちょっと今回さっき言ったように、もうちょっとあったかくして飲みたいなと思うんで、水の品質を変えてみましょうかね。少ない？いやー、行ってみましょう。これやりましょうか、ちょっとね、はい、いい感じですね。ちょっとやっぱり粘度がドロッとしてますけど、しっかり溶けてますね。やっぱり
あったかいの飲みたいからといってプロテイン作ってからレンジでチンしたり。そうなんです。私も一回試したことあるんですけど固まっちゃって、しかも全然美味しくないんですよ、ね、そうですね、味もなんかちょっと変わっちゃって。で、あの成分はあのもちろん熱平成してもあの変わらず、タンパク質としてはあの 20g 以上補給はできるんですけれども、やっぱちょっとね美味しくないんです。そうですよ、ちょっとお湯を今多めに入れました。はい、おばあちゃんにもこの抹茶飲んでもらってるんですよ。あ、そうなんですか。そう、冬場きっと冷たくて飲みづらいんじゃないかなと思うから、これちょっとおすすめしたいです ね、うん、それでは抹茶のチャチャチャホットバージョンいただきます。いただきます。結構なお手前で。今あの悪くなかった。あ、マジか。初めてぬぬめさんからお褒めをいただきました。うん、いや、抹茶もやっぱりあったかくしても美味しいですね。うん、美味しい、やっぱり、ね。あったかいからか分かんないんですけど、玉露の感じがいい感じに香って、で、あったかいんでね。それっぽいこと言いますね。結構なお手前で。じゃあ最後はこいつですね。ぬぬめさんおすすめの北斗の拳種もみ風味ですね。抹茶がホットで美味しかったら ねこのほうじ茶と玄米茶のパウダーが入ってるあっせの種もみ風味が美味しくないわけがないですね。そう、今ぬぬめさんが言ったようにほうじ茶ラテとか玄米茶ラテをイメージして作ったフレーバーです。これはさらにあったかくしたいですね。マジっすか。20ぐらいでいきましょう。お水50でこれぐらい、こんなもんかな。ね、本当にすごいですね。あ、でもしっかり溶けてますよ、ね、ここにこの熱々の湯を注いでいく、はい、行きましょう。全然でも溶けてますよ、ほら。もう本当だ、すごい、ね、生もないですね、すごいですね、うん、溶けいいですね。そうでしょう。本当だ。じゃあ、ふのめさん、お願いします。え？いただきます。いただきます。ほうじ茶、じゃあ、明日への種もみ風味ホットバージョン。めちゃめちゃあれですね、うん、あのあったかくしたら玄米茶が強い感じがしませんか。感じません。おいしい。この前のぬのめさんのキティのものまでですね、これ。放送事故かと思った。うん、やっぱこれも美味しいですね、ホットにしても。美味しいです ね、うん。ちゃんとお茶の香りが引き立ってる気しますね。うん、何合いますかね。あ、どうすかね。じゃあちょっとベスト3、うん、やってみたいベスト3発表しましょうか。はい。第3位。はい。この前発売された。ママの作ったアポロパイ風味。うわー、本当だ。それ美味しそう。そうでしょ。そうでしょ。うわ。多分あった。アップルパイって、ね、うん、熱いじゃないですか、もともと多分絶対美味しい、絶対美味しいところ。うわ、私のサイン言っていいですか。はい、私リンゴって思ったんです。あ、マジですか。うわ、アップルパイ、アップルパイだった。そうでしょ、アップルパイの方が浮いてるでしょ。アップルパイ絶対美味しい、美味しいと思うんですよ。そうだ。じゃあ第2位、はい、僕はキャラメルコーヒーに第2位ですね。あ、まあ王道ですね。そうそうそう、もうね、某コーヒーショップにもある感じなんで絶対高くしたら美味しいでしょう。まあそうですね、間違いないですね、ね。ぬぬめさんは？私はね、ちょっとね、チャレンジした感じね、オレンジ、あのくまモンのみかん風味。おー、うん、想像できひんの、あったかくしてるなら。いやでも、うん、ゼリー作ったりするときちょっと温めたりとかするし、はい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 、なんかね、なんか私もあったかいオレンジ飲んだことあるんですよ、うんうんうん、で、結構美味しいんですよ。マジですか。はい、ああいう柑橘系のなんかホットドリンクとかあるじゃないですか、うんうん、なんとかレモンとか、はい、ああいうの美味しいですもんね、うん、あったかく飲んだらね、うん、じゃあ1位いきましょう。はい、僕はミルキーココアです。おお、どうですか。おお、私はミルキーのペコちゃんの方ですね。あ、普通の方ですか。はい、なるほど。これ2つ間違いないですね。いや、そう、ミルキーバージョンも絶対美味しいと思うしね、え、うん、
まあ、今日ねこのちょっと3つ言ってみたんですけど、お客様がねこう考えて美味しいと思うなんかフレーバーをいろいろね挑戦して、うん、でぜひね試してみたらまたなんかコメント欄とかで、ね、これね感想いただきたいですね。そうそうそう、美味しかったですよって言っていただければ、つわものは混ぜてくるかもしれません、ね、マジですか上級者ですね、混ぜてのホットバージョン来るかもしれませんよね。まあ、うん、そうやってねいろいろ考えて自分でやってみるっていうのがすごい楽しいかと思いますんでね、ぜひいろいろね試して飲みやすいようにね飲んでいただければいいかと思います。そういたしましたらね、今日のねこういう動画がね良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ぜひねコメント欄の方に書いていただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。